日本各地には海にまつわる民話が残されています。海の民話の町プロジェクトは、海との関わりと地域の誇りを子どもたちに伝え語り継ぐことを目的に、海の民話アニメーションを制作しています。琵琶湖と海はつながっている、海と日本プロジェクト in 滋賀県。2月27日高島市立朽木東小学校。気をつけ、これから5時間目を始めます。よろしくお願いします。5年生を対象に高島市を舞台に制作した海の民話四股淵さん上映会と特別授業が行われました。皆さん後ろをご注目ください。大丈夫、よろしくお願いします。いかだ氏の格好で登場したのは、今回の講師、高島市文化財課の大東さん。四股淵信仰は安土川水系で、滋賀県の中でも日本各地で見ても独自の信仰です。いかだ流しの守り神として神社に祀られています。古くからこの辺りでは、山々の木材を安土川の流れを使ったいかだ流しという方法で奈良や京の都へ運んでいました。大東さんは、昔の安土川は流れが強く危険な場所が多かったため、神社を作り安全を祈願したことや、四股淵という名前の由来について話されました。いかだ乗りの四股淵さん、アニメではどんな風に描かれているのでしょうか。海の民話の町プロジェクトのオフィシャルサイトで見ることができます。はい、拍手。じゃあ皆さんにちょっと感想を聞かせてもらおうかなと思います。四股淵さんは昔の人からするととても重要な存在だということが分かりました。アニメも面白く学べてよかったです。四股淵さんはそのいかだ氏とかの人を守って、みんなが安全にいれるようにある神様だと分かりました。四股淵さんは川の悪者を退治してくれる強い神様だと聞き、私も大人になったら悪者を退治できる強い人になりたいなと思いました。四股淵の四股は強いという意味を、淵は川の淵を意味していることが分かりました。アニメでは楽しく学べてよかったです。地元の方は四股淵さんって聞きますと、大方の方が四股淵さんねというふうに答えてくださいます。ですが、子どもたちが学ばせていただいたようなことを詳しく語れる方は、そんなに多くないのではないかなというふうに思います。大変分かりやすくまとめられておりますので、これから地域のさまざまな学習の中で有効に活用させていただきたいと思います。海の民話には知恵や教訓、継承などが描かれており、数多くのことを教えてくれます。四股淵さんというのが昔の話だなと思うんですけれども、川と私たちの生活というところから見てみると、今にもつながっていることだと考えられますので、皆さんも川のこと、山のこと、そして琵琶湖のこと、海のこと、気にかけていただければなと思います。海と日本。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。